はい、こんにちは。まーちゃんのルマイハルです。はい、今日はこちらですね。うん。ゾイドワイルドのゼノエボリューションアームズシザースユニットです。ということで、前回このバスターユニットの動画の時にチラッと言ったんですけど、うん、これ売ってない、どこにも売ってない、アマゾンも品切れ中だって言ってたんですけど、うん、なんと、我らがドンキホーテに売っておりました。はい、よかったです。素晴らしい。ドンキホーテ素晴らしい。売ってました。よかった。ただ、これ最後の1個だった。ロープの。だから本当に入手がなかなか難しくなってきてるんだな。うんで、これも同じようにこのゼノレックスをこのバスターユニットみたいな感じで大きくするやつなんだね、うんうん、だからちょっと楽しみですね、うん、じゃあ早速開けて作っていく前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いします、はい、じゃあいきます、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークも押しちゃおう、登録してくれたかなもしこの動画がいいんだったらいいなと思ったら高評価もお願いします、はい、では早速開けていきましょう。ということでパック A だけ、うん、パックでもない、うん、パック A 改造マニュアルだね。そうだね、はい、では早速作っていきたいと思います。 はい、ということで完成しました。こちらがゼノレックスシザースだね。はい、かっこいいですね。かっこいいね。で、もともとのゼノレックスの色がブルーだったんで、うん、今回これ合ってるね。合ってるね。合ってますね。で、大きさはこの前のバスターズとほぼ一緒だね。うん、一緒です、うん、ただこっちの方がキャノンがついてる分ちょっと大きく見えるけど ね、うん、今回の特徴はこの大きな爪だね、うん、すごい大きな爪が両サイドについてますね。これがシザースってやつ。そうだね、カニの爪みたいになってます。あと角があるね今回ね、うん、レーザーチャージングブレード。ほう、これ前についてるこのでかい部分はフリーラウンドシールド。縦にもなるんだ。そう。で、このハサミがエクスシザース。ほう。そしてこのシールドについてるこの先っちょの2個の丸いのは二連衝撃砲。おお。打てるんだ。なるほど。最後に尻尾グローメタルテイルでスタビライズソード。あ、これも武器なんだね。うん、近接仕様だね、本当に。なるほど。ではゼノレックスシザース歩かせてみましょう。はい。あ、ちゃんと動くね。ひょこひょこ歩き。オッケー。やっぱり歩幅は。ゼノレックスと変わらないと、うん、でちゃんと尻尾も左右に動いてる ね口も開いてますだ、ね、素晴らしい。では歩かせてみましょう、はい、あ、いいね、いいね、かっこいいね、これすごい迫力あんね、すごい素晴らしい、うん、君もあっという間に倒すことができるんだぞ。え、な、何言ってんのなんて冗談だよ。冗談かびっくりしたかい。びっくりしたよ。なんだこのわなわな感は。ま、負けちまったぜ。ジャガ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 。なんだって。ジャガ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 。ゼノレックスに悪の心がある。ジャガ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 。よし、わかった。俺が誘い出してやる。バニングライガー、もう帰ってきたのか。お前たちはあっという間に片付ける方法を考えた。なんだと、この私たちにかなうはずがないだろう。うわー、ゼログライジェス来たー。ゼログライジェスが来たところで、この私のパワーアップした体であっという間に倒してみせるぞ。ガガ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 ガ。え、相変わらず何言ってるかわかんないんだけど。なんだと、私が二人に分離した。どうなってんの。なんだか分かってきた気がするぞ。どういうこと。なんとなく思い出してきたんだ。私はデスレックスオリジンだったんじゃないかって。あ、そういうことか。ということはあいつは。そう、私は元ジェノスピノだ。なんだって。元ジェノスピノだろうが何だろうが、俺たちは戦うまでだ。よしよしよし、このまま俺たちで串刺しにしてやろうぜ、バーニングライガー。やってやる。
ダブルシザーズニードルアタック。バカな。やっぱり思った通りだ。今日は初顔合わせということでこの辺りにしといてよな、バニグライバー。え、スーベル、え、スーベル。これはまずい展開になった。どうしよう。え、どうしよう。新しいゾイでもきっと1ヶ月間は出ないしな。あー、そうだね。はい、ということで今回はゾイドワイルドのゼノブリューションアームズシザースユニットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。